はい、動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。ではですね、今回はアビユーティルで動画のですね、いらない余計なフレームをカットする手順をご案内したいと思います。ではですね、このアビユーティルを開いた後に左上のファイル開くというところからですね、目的の何かカットしたいですね、動画のシーンがあるものを読み込んでください。今回はですね、先ほど作った Windows Movie Maker の、動画をですね、試しに読んであります。そしてここを見ていただくとわかるんですけれども、現在ですね、全部の最大フレームが4799フレームというふうになっています。で、そのうちの今は1フレームのところですよという表示ですね。そして、これでですね、削除するためにはまずですね、ここの編集というところから、選択範囲の指定というところを選んでください。で、例えばですね、細かく見た結果、だいたい1000フレームから2000フレームぐらいまでが、余計かなと、いらないなという場合は、この選択範囲の指定というところでですね、選択開始フレームのところを1000、選択終了フレームのところを2000と選んで OK を押してください。そうしますとですね、そのフレームがですね、選択されたことになります。で、次はですね、そこの選んだ状態で選択フレームの選択範囲のフレーム削除というここをですね、クリックしてください。そうしますと、今選んだ1000個のフレームが削除されて、先ほどのフレーム数から減りまして、全部の総フレーム数が3798フレームになりましたという形になります。で、この状態でですね、ファイルから、このアビ出力というところで、あとはですね、カットした後の動画をエンコード、出力していただければ大丈夫です。で、ちなみに私がよく使っているのがですね、このファイルの種類のアビというところで、ビデオ圧縮はこのシネパックコーデックバイラディウスで、圧縮の品質が100、キーフレームなしの0、データ率なしの0、そして、オーディオはこのまま、PCM の 44.1kHz、16bit で、インターリーブ間隔は1の、音声出力、これはチェックなし、チェックなし。で、右の3つもチェックなしで、これ、名前を適当につけて保存というふうにやれば、あとはですね、この、アビユーティルさんが、このカットしたフレームに基づいて、新しい動画を作成してくれます。で、これが1つ目ですね。で、もう1つ目の、フレームのですね、カットの方法が、ではですね、先ほどの最初に開いたこの動画は一つ閉じてしまいまして、別の動画を開きます。このファイル開くから、先ほどですね、作った別の動画ですね、を開いて、そしてこの設定というところから、拡張編集の設定というのを開きます。そうしますと、ここにですね、これが拡張編集の設定というやつなんですけれども、レイヤーをですね、表示する、この画面が出てくるんですね。で、ここでですね、このレイヤー、各レイヤー、今1から12までが表示されてますけれども、この表示の中で、動画のカットやですね、編集を行う画面が、出るようになります。それで、例えばなんですけれども、さっきですね、ちなみにこの、赤いレイヤーが音声レイヤーで、この青いレイヤーが、静止画像もしくは、写真とかですね、もしくは動画のレイヤーということになっています。で、例えばなんですけれども、ここですね、このレイヤー4が今灰色で非表示になってますけれども、ここのですね、上の音声ファイルの、例えばこの辺で一回切って、で、この下の音声に差し替えたいと
という場合は、ここで右クリックをして、分割というところで左クリックをします。で、そうしますとこれがですね、音声が切断できて、ここだけ切り取れるようになるんですね。で、今度は、これを、まあもちろん、このまま削除という形で消してしまってもいいんですけれども、そうしますとですね、時間の尺がわからなくなってしまいますので、ここであえて残したまま灰色、ここをクリックすると、レイヤーを非表示にできます。このレイヤーさんを非表示にして、で、新たにここにレイヤー4の音声ファイルを表示するというふうにすれば、ここの切り取った部分をレイヤー2から3にずらして非表示。そして新たに置いてあるレイヤー4のところを表示ということで、ここのところだけ音声をすげ替えるといったようなことができるんですね。で、こんな感じでですね、わざと切り取ったところを残しておくというところで、時間をですね、そこを残しておけると、これはですね、レイヤーがちょっとスナップっていうと思うんですけども、ピタッとこうやってくっつくようになってるんですね。ここまで持ってくると。で、そのスナップをしやすいように、レイヤーをあえて切り取ったところ、分割して、外したところを残しておいて、それを非表示にするということで、このレイヤーの入れ替えとかですね、切り取り、などを非常にしやすくできるという感じですね。まあ、とりあえずですね、ちなみに削除する場合は、この分割した後に、ここですね、分割。で、こっちも分割。で、切り取ったところを右クリックして削除というふうにしてしまえばですね、これでいらない部分は消すこともできます。はい。でですね、その後にここの削除したところに合わせるような形でですね、この例えばレイヤー12のあたりに、ここで右クリックをして、メディアオブジェクトの追加、例えば、止まった写真とかを入れたいんだったら、画像ファイルを選んで、で、ここに画像ファイルのところが、レイヤーの枠ができますんで、これをですね、まあ、ダブルクリックすると、こういう枠が出てくるんで、画像ファイルの枠ですね。で、ここの参照ファイルを押して、まあ、例えば、まあ、何でもいいんですけど、こう、あらかじめ作っておいた JPEG 画像なんかを入れて、で、こんな風に時間調整もできるんで、これでですね、削除したり消したりした分の開いた穴のところに、他の画像を差し替えるといったところもできますし、別に削除しなくても、レイヤーがこう、番号が多いところに置いちゃえば、こっちの多い番号の方が優先されますので、まあ、ここで上に置いてる感じですね。紙を重ねたその上に置いてある感じなんで、こちらが優先的に表示されるということで、まあ音声なんかは重ねちゃうと、音がいっぺんに2つ聞こえてきちゃったりしますから、こんな風に重なっちゃったりするとですね、ここの部分は音が上と下で同時に聞こえたりするんで、まあそうしたい場合は別にいいですけど、そうしたくない場合は、まあカットするなりなんなりと、そういったのが必要ですね。で、ちなみにこの、レイヤー12に入れた写真ですけれども、ここに動画を入れたいっていう場合は、一度これ消しちゃってですね、右クリックをして、メディアオブジェクトの追加から、今度は一番上の動画ファイルというのを選べばいいです。で、音だけにしたい場合は、ここの3番目の音声ファイルというのにすればいいです。で、この音声ファイルを選んだ場合は、アビというこういった動画ファイルからですね、音声だけを抜き取って、音声データとして扱ってくれるので、動画をですね、そのまま、音が入っているのであれば、音声ファイルとして読み込ませることも可能です。で、動画ファイルであれば、こんな感じで、レイヤー12にですね、動画ファイルが入って、そこに対して、参照ファイルというボタンを押して、動画を選んであげれば、そこに動画の割り当てができるということですね。だいたいこれで、アビユーティルの、フレームカットとですね、それから、まあ、レイヤーの差し替え入れ替えなんかも、
これで一通り説明できてるという感じですね。はい。では今回はこの辺で終了です。ありがとうございました。またご覧くださいませ。では失礼いたします。